これは光の受け皿か。また光の受け皿よ。みんなそんなことばっかり。わかんねえ。よいしょ。こっちか。あ、これだ。これだな。光の受け皿。これ回転できねえ。無理か。最初のを根本的に変えてしまうとか。ちょっと合ってるかわからんけど、やってみるわ。この一番最初のやつを、スルーさせる。もう。んで、こっちだ。うわ、おもろ。スルーさせたことによって、ここに通ってこいつが光を拾えるようになった結果、何しようこいつ。あ、ごめんなさいごめんなさい。下手でした。塩梅に背中にこうして、でここの光をこいつが拾って、あそこか。うまいこと合わせてくれ。よし、来た。もう一個新しい道ができると。あそこに行けばいいんだな。遠くね。下から通れるかな、行くとしたら。よいしょ。ここら辺？ここら辺と踏んだよ。あ、ダメだ。いけない。ここか？いける？これで。絶対に違う。あ！間違えて押しちゃった。あ、だよな。これでいけるな。よいしょ。うい、スイッチオン。さあ、来たよ。うわ、燃えてんね。あ、これだわ。これがマトリックス。あ、これ PV であったぞ。こんな感じの。よし、で、ここに到着して、ルージュちゃんをどう呼べと。あ。これで来れるんじゃね？ルージュちゃん。ルージュちゃん。どこ？ルージュ。おお、どっから来たお前。どっから来た。行くぜ。おら。これで2個目だな。残るは2つだな。リンク、一気に行こう。オッケー。いいね。素直に出来出してきたよ。で、だからまあさっきと同じやり方で行くのであれば、ここが肝なんだろう。外したのとつけたのだよな。さっきやったのが。だとしたら、ここを外すとどうなんだろう。わからんくなってきた。こうしたら、もはや何の意味もないか、でも。あれ？わからん。こうしたらもうこれ違うもんな、これ。どういうこと？わからんくなってきたな。ここじゃないのか、もはや、謎は。ここが最初は基盤になってたけども。これで下に繋がるだろう？仮にこれをスルーしたとしても何にもならんから、まあ、下へは伸ばさんにゃいけん。で、伸ばしたやつはもう受け口があったもんな、これ。ここに。じゃあもうこの上の光は根本的に違いそう。ねえ。だとしたら、もう動線から見に行こうぜ。こっちだ。合ってるよね、これ。合ってるわ。こっちだわ。動線から見に行こう。ここの、右側と。この真上だな。さあ、頼む、通れルフ。通ってくれ。これがうまいこといくんですね、これが。で、何ここ、何これ、え、これ大丈夫？俺ここ来て積んでない？でも最悪ワープがあるからあれだけど、俺は屋上か。これ行っちゃダメだ。ん？これさ、え、嘘でしょ。子供騙しすぎるぞ本当に。これだったらマジで言ってる、これ子供騙しじゃねえかこんなん。いや俺許さんぞこれは。いやまあ1個ぐらい簡単なのがあってもいいか。確かに赤い石っていう伏線をずっと張ってたもんな。洋牛、洋牛なんだ正しい言い方って。でこれちょっと見方が分かったんですよ。これ階層を上げるのでどこに行けばいいかが分かるなこれ。だから4階のところから南に行ける道があると、そういうことだ。ここかな？ここじゃない。1個下の階だ。1個下の階から、ちょうど渡れる道がここにあると。で、ここに光を当てないといけねえから、どうにか頑張ろうぜっていうとこだな。ダンス1。頑張ってこう。いや、まあ、でもじゃない。多分こいつを使うんだよ。で、こいつを使うには、でも違うか。下に伸ばさないといけないから。あれ？やばいぞ。わからんくなってきた。一旦これこっち。たら横に伸びるよな。どっかでなんかのヒントになるやつおらんかな。上に伸びてるぞ。これさっきやったやつか。これさっきやったやつだな。まあ上に伸びても何にもならんしな。多分下なんだろうな。難しい。ルジュちゃんそこで待っててね。下だな、多分。ほう。で、この伸びた、下に伸びたやつを、うまいこと途中で、無理くり、あそこに伸ばせれば、どうにかできるんだよ。だから、おそらくそのヒントが落ちてるはず。同じ階層のところに。ゼルダだったらそういうことするから。今までのね。今まで通りだったらここら辺になんかヒント置くはずなんだよ。この階層のとこに。よいしょ。こっちは？おいおい、何ですかこれ。絶対ヒントやんこんな。普通にここか。こういう明かりがあったんだな別に。これで光が通わない。戻れこか。よし来た。開いたことによって、スイッチが押せるんですねこれで。もう一戻れこだわ。これがビタ版。よし行くぞ。なるほど。これで道を作ると。うい。ほんでこのスイッチをオン。そしたら開きっぱなしになるってことか。はい、ルージュちゃん来て。かわいい。これが光の受け皿だからまっすぐこっちに。オーマイガー。なるほどね。使い回せってことだ。うい。使い回してこいつ倒せばいいんだな。はい。んで下から光が出てる。どう使うかなんだけど。おおっバカぶれ。お前何危ねえことしてくれてんだよなあ。釘を使う。鏡立て。あ、これさ、もうこの盾使うんじゃね？さっきのモンスターじゃないけど、あいつが落とした。あれ？光が出てないのか。どうすればいいんだ。あ、まあまあまあ、この盾があるから、これ使えばいいんだけど。いや、多分なんかのヒントなんだろうな、これが。実は光を透過する能力あんのこれ。杭に。そんなことないでしょ。これで光透過したら意味わかない。よいしょ。そんなはずはなかった。思ってた通りにはいかない。いや、この下なんだろうな。これどういう状態であれなん今。光が出てないんだ。わからん。あっ、違う。よし。おい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 、なんかあるんじゃねえの？なんもねえわ。ただ普通に石なだけだったわ。上、ない。これ検証。もしかしたらここの岩がなくなった瞬間、開き始める可能性がある。いた！何これ？急に落ちたんだけど。そういうことか。はい、わかった。壁に刺すわ。壁に刺されよ、お前。壁に刺さらんのお前。釘じゃないんお前。釘じゃないのだから、こういう釘を1本用意するじゃん。で、もう1本の釘を、壁にうまいこと挟んであげたらいいんだけど。わかるかなこういうこと。なんでヌプれんのお前。舐めとる世の中。世の中舐めてるじゃんお前。食いとしての意識ゼロお前。どういうこと？じゃあもう意味がわからんわ。普通にじゃあこれが入らんってこと？入るやないかい。これ止まるでしょ？で止まったらどうなんだ？どっかに光の受け口がないっていうことは多分ここ外れだわ。どっか一回だけ開くとかがありそうなんだよな。どっかちょっと見とこうぜ。ここずっと見てたらなんかあるかもしんねえ。来た。なんかあったわ。もうちょっとだ。ういっ、来た。ほんでこれを取ってよいしょ。だから上が開くんじゃねえの。いや、ごまだれのエバラだわこれは。よいしょ。そしたらこの子もね使えるようになると。光出てるこれ。あ、なるほど、釘があるからダメだ。これ外さないといけない。光遮ってろ。多分これでこうするじゃない。でこれも普通に寄せちまえばいいのかな。やったー。なんだかんだ一番難かったかもしんないこれが。はい、行くぞ。いつでも準備 OK。 うい、いいですね。よっしゃ、4つきた。よし、蓄電池すべてにイカズチを込めたぞ。これで中央のからくりが目覚めるはず。行こうリンク。ういうい、ちょっと待って、装備ちゃんとしよう。もうボス戦ですから。で体力1にしてライネルスピアで行くでしょ、やっぱ男たるもので。まあ弓は普通のでいいか。行くぜ、かかってこいよボス戦だろ。なん、ちょっと待って、火力装備にしよう。さすがにボス戦だからふざけちゃいられない。で外が寒い可能性もあるので防寒着も着込むと。 OK、 これで動くのか。ルージュちゃんが言ってますね。いかにもじゃない？ん？リンク、カラクリが動くようだぞ。ルージュちゃん、正ヒロインすぎんか。絶対、任天堂が認めた正ヒロインだろ。こんにちは。あ、なんか光ってる。どれ？あー、なんかあるね。何もわからん。あ、マガタマか、あれ。マガタマじゃん。これぶっ壊せるんじゃねえのこれ。行くぜ。あれ、もうちょっと寄ろうか。ういっ。来たねー。お久しぶり。あまりにもキモすぎるクイーンギルドさんよ。リンク、今度こそ決着をつけるぞ。ういっ。クソシームレス戦闘来るぞ。うい、来た、超シームレス。クイーンギルド。あ、確かに逃げ場ないわ。ってことは俺が壁近くで当てれんかったし。最悪や。俺一撃もらったら即死だぜ、俺。うえ、こういうこと。よし、これで殴れるんじゃねえの。全然ダメ。何やってもうまくいかない。ちょそろそろ回復しないのよ。それが回復しない方がダメージ出んの。分かった。待て。オーマイガー。いや、だとしてもボス特攻だろ。ギブドって結局あれじゃん、足遅いから。結局あれなんだよ、無視でいいんだ。動き回ってれば大丈夫だから。だからいや、ふざけんな。よし。ほんでシールド貼ろう。シド、よし。これで俺今ガード固まってるから。よし、来た。一撃耐えれると。波の精神力じゃないですからね。よっしゃ、もうあとはもうこうです。よし、いや、シドのおかげだわ。シドとルージュのおかげだよ。いいな、仲間が生かされてる感じたまらんわ。まあ、すごく正直なことを言うと、ここで手に入るハートの器はいらないです。ハートの最大値3ぐらいが一番戦いやすいかもしれない。俺の戦法だとね。HP1 にするから。ちょっと待ってね。今パソコンの調子がすごく悪いので、一旦セーブさせてください。うい、すいません。いやー、なんかちょっとパソコンの調子が悪くてね。お、まがたまちゃん。受け取るのよ。絶対ネックレスみたいになるだろう。いや、イヤリング説。あ、指輪だな、これは。シドの場合さ、コテがあったじゃん。グローブみたいな。でも、ルージュちゃん、グローブつけてないから、手にはまることはないと思う。その声は、我らにずっと話しかけてきていた。ボザねえじゃん、声。我は汝の遥か遠い祖先。あ、でもボザネーじゃねえな。初代ハイラル王に仕えたゲルド族の戦士にして雷を司る賢者な。声が似てるだけか。力強き雷を放つ汝の戦いぶりは見事。さすが我が子孫ゲルドの誇りよ。あれは砂人の元凶であり、魔王によって差し向けられた魔物。その目的は先ほど触れた石、秘石が汝の手に渡るのを防ぐことだった。魔王、秘石。そう、その2つが汝に大きく関係してくるのだ。故に心して聞いてほしい。ちょっと待て。封印戦争と呼ばれる戦い、そして我が一族の宿命。ゲルド族の耳どうなってた？三角だった。三角だったらあれだけど。ルージュちゃんの耳、ハイラル人と同じ耳じゃん。この地にハイラル王国が樹立され、間もなくのこと。罪なき人々を襲い、その国を滅ぼさんとする巨悪が現れた。うん。それこそが魔王。だな。我らゲルドの長であった男が。そう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 、100年に一度だけ男が生まれんのよ。ゲルド族って。だらその人が王になるんだ。初代ハイラル国王ラウルと6人の戦士が立ち上がった。ラウルは魔王と戦うためのすべとして奇跡を我らに。ラウルの左のやつ誰？それはあ、耳見て、耳の形。倍化させる秘宝。あ、まあ三角か。彼もその一人。三角だな、普通に。うん。もしゲルド族の耳が丸かったらって考えちゃったけど。そう、ゲルド族の耳が丸いじゃん。まあ、女の子は三角なのかな。ガノンドルフもゲルド族だからね。だから、ルージュちゃんの耳が今三角じゃん。ってことは、もしかしたらルージュちゃんの祖先にゲルド族とハイラル人がいたんじゃないかっていう俺の中の予想があったんだけど、ルージュちゃんの耳がハイラル人と同じだから。で、ゲルド族の耳がハイラル人と違ったらそういうことの証明になるんですけど、そんなことなかったので、浅はかな考察だと思ってください。さあ、こっからは聞いたことない話だな。時の賢者が我が元を訪れ、ゲルド族の宿命を決定づけた。あ、でもこれも聞いたことあるな、ほぼ。ゾーラと一緒だな。魔王の封印はいずれ解け目覚めます。牛かこのお面の持ち。その時彼に剣士リンクには対抗する力がなくてはなりません。どうか彼に力を貸してください。雷を司るゲルド族の力を。ゼルダがネックレス。我らになすべきことが定まった瞬間だった。ってことはあれか、魔王討伐は我らの対岸。魔王を生んだ一族の。だから音質変わるからマスク外せよ。答えよう。我がゲルド一族は魔王復活の時、再び雷の賢者として目覚め、剣士リンクと共に戦うことを誓おう。ルージュちゃんは多分ピアスですね。うん。あ、ピアスかイヤリングか。でも大事な宝珠だろ？大事なマガタマだったらピアスだろ。イヤリングだと外れるぞ。あとでピアサーで開けようね。しかし魔王復活は近い。俺個人的には皮膚科行った方がいいと思う派なんですけど。どうかこの秘跡を継承し、我が時の賢者と交わした約束、剣士リーフと絶対ルージュちゃんピアスの穴開いてないよな。ルージュちゃんピアスの穴絶対開いてないよな。怖くてやってなさそう。リンクと共に戦うのがわらわの宿命だと。そうだよ。嬉しいか。ごめん。族長としての任、賢者としての宿命、そしてリンクとの共闘か。絶対ピアス穴ないじゃん、ルージュちゃん。面白い。魔王とやらにこの世界を好きにはさせぬ。この秘跡、わらわが受け継ごうぞ。おっ、お、来た。イヤリングですね。イヤーカフですか、これは。わらわはイカツチの賢者。見よ、これが賢者の力だ。イヤーカフは外れるよ。ちゃんとピアスの穴通そうぜ。あとスポーツ選手はピアス穴開けないらしいですね。左右バランスを整えるため。両方開けるか片方。両方開けるか開けないからしいです。片方だけはないらしいですよ。薬指、薬指、薬指、薬指。イカズチの賢者ルージュの名において、そなたと共に。あ、でも小指でもいいよ。小指でもいい。小指でもいい。中指だけは嫌だ。まあ、右手か左手の薬指が良かったんですけど、薬指か小指でお願いします。お願いします。これで中指だったら任天堂を訴えます。ごめんなさい、嘘です。ホーム部を敵にして勝てるわけがないんで、薬指か小指でお願いします。わかってます、任天堂。わかってますね。やっぱ雷って字だな、モチーフが。ルージュセカンド。かわいい、かわいい。黒柳徹子さんのウーバーイーツの CM。 いつでもリンクと一緒だ。やったー。やっとそなたに恩を返せそうだな。そんな可愛いこと言わないでよ。では町に戻るとするか。そんな可愛いこと言われても何も出ないですよ。